はい、皆様こんにちは、ボンバーモーセ姫です。本日もご視聴いただきましてありがとうございます。はい、まず少しだけプロモーションをさせてください。はい、こちらモーセ姫が手作りをしましたアクセサリーになります。ここにバリ島の鈴と、そしてね、すべてこう直感でピンときたものでアクセサリーをこう一つ一つ手作りをしております。またこれからもこういろいろなタイプの、ほぼ一点物になるんですけれども、紹介していきますので、興味のある方ぜひ備考欄からご覧になってください。こちらも今ね、この鈴と手作りのボールペンです。私もすごくすごく気に入っております。はい、じゃあすいません、プロモーションは以上です。はい、じゃあ今日なんですけれども、見てこがアメリカ GHQ が皇室をぶっ壊す、ぶっ潰すために送り込んだと言われている説もあります。実際に GHQ が皇室という制度、皇室をぶっ壊すためにミテコを送り込んだかどうかというのを今日はズバリ見ていきたいと思います。ちょっとこちら、よいしょ。はい、じゃあズバリ見ていく前に鈴で浄化をしていきましょう。はい、じゃあ今日はルノルマンカードで見ていきますね。さあ、アメリカ GHQ、 日本の皇室を、怖いですよね、ぶっ潰すためにミテコを送り込んだかどうか。はい、じゃあ見ていきます。月、女性のカード、ユリ。あ、これすっごい時間をかけるっていう意味もあるんですよね。あ、ネズミだ。もう本当にこう日本のやっぱり象徴とするものをこう根元からぐらつかせたかったのかなっていう感じがしますね。はい、そして船か、やっぱりこれは US なんじゃないでしょうか。そして、こちらがじゃあ GHQ、 こちらが見てこうでいいかな。うん、おー、無知。あ、本当だ、なんか日本を争わせるために見てこうどうも送り込んだのかな。はい、そして見てこう怒りと言われてもね。はい、そしてね、ここ結論結果になるんですけど、ハート。はい、いきます、あと1枚ずついきます。まず月と顔桶だ。これ怖いカードですね。私この読み方をしたの初めてなんですけれども、子孫をなくす先祖をなくすとか子孫をなくすとか、こう母親でいさせないとか、まあ要はこうなんて言うんでしょう、こう子供を作らないとか作らせないとか、まあいわゆる血を途絶えさせるっていう、うわー、そういうことを考えていたみたいです。恐ろしや。はい、おお、釜が出たよ、出た出た出た。もう長い時間をかけて、もうズバリとやっぱり皇室という制度を刈り取りたいという思いがあったのかと思います。そしてネズミと星、もうこうやっぱ日本って素晴らしい国ですよね。まあ日本人に生まれたコード、まあこれは世界で一番幸運と言われています。
国ガチャで言うと、もう日本人に生まれたことが本当に世界で一番幸せ。なのでやっぱりこの日本人の精神って素晴らしいんですよね。だからこそアメリカがやっぱりその象徴となるものをもう本当にこう少しずつ時間をかけて刈り取る、崩すっていうこと、もう日本に望みを、日本人に望みをこう持たせないみたいな、そういうものすごく、それはそれはこう悪どいやり方で、なんか日本をこう貶めるような、日本の皇室をいなくさせるようなことを目論んでいたようです。はい、そしてやっぱりこうね、どうしても皇室ってこの本のカードがよく出るんだけれども、今回はもうアメリカとの何か裏取引、それがあるというふうに出ています。そして GHQ 側が、やっぱりなんか日本を潰すことがキー、日本を混乱に陥らせること、皇室を使ってこうぐちゃぐちゃにさせること、まあやっぱりこれは見てこと思っていいでしょう。そして見てこは怒りと苦す。ああそうですか。ああそうですかって。もう本当は自分の代で終わらせるつもりだったとか。かな。そしてはい、ハートと山。もう日本に大きな大きな試練を与えるため、崩すため、血を絶やさないため、もう日本っていうこの皇室制度、長く長く続いている皇室制度をもうきちんと刈り取るために見てこう入れた。そしてもうとにかく日本の素晴らしいこう基盤、それを崩すために入れた。そしてもうすごいですね、この負のカードのオンパレード。そして日本人がなんかこの日本人であることを誇りに思えないとか、皇室っていう存在をものすごくネガティブにこう扱わせるために、アメリカがやっぱりこうはるばるアメリカが密約をして混乱させるために入れたと、ものすごくズバリ出ましたね。ズバリ出たな。なので今回のまあ結論といえばイエスです。もう見て子は皇室という制度、皇室をぐちゃぐちゃにするために、皇室を混乱に入れるために、そしてたくさんの無駄遣いをして、なんかこう日本人をこう失望させるために、皇室がいらないって思わせるようにするために、もうはい、見て子もまあそれをしたということが出ているような感じです。かなりこう忠誠心が高いっていうふうに出てるので、まあ自分にとっても相当のメリットがあったので、もちろんしたと思うんだけれども、ただこのクロスのカードっていうのを一代っていうカードではないんですよね。こう先祖代々っていう意味もあるので、まあ、やっぱりこの両親、見て子の両親とかももちろんこの今回のこの壮大な計画に入っているかと思います。はい、以上となります。最後まで見ていただきましてありがとうございます。